6時33分舞浜駅です。夢の国の住人ディズニーランド入園待ちお送りしたいと思います。今日はですね12月の、3日ですね、日曜日、12月に入ってクリスマス本番、ディズニーランドどんな感じになっているか見ていきたいと思います。ではですね、初めて来園される方、久々に来園される方ですね、こちら配置マップ作りましたので、こちらですね参考にしながら見ていただきたいと思います。それと、基本的なことを説明した入園待ち徹底解説という動画もあります。こちらも参考にして、今日の動画を見ていただけると分かりやすいと思います。それでは駅側から行ってみます。6時37分駅側です。こちらがピクニックエリアのところの列ですね。ここ最近よりちょっとピクニックエリアの方に朝並ぶ人数を増やしてますね。多分今までの倍ぐらいになってると思います。でこちらが、橋の上の列最後尾ですね。まだここですね。今、来た方は手荷物検査スタートしてから30分ぐらいで入れると思います。今日の待ちの人数はここ最近では平均的なぐらいだと思います。7時40分ハッピーエントリーです。ここ中庭の折り返し地点ですね。ここが今最後尾になってるみたいですね。今日ちょっと少なめですね。ハッピーエントリーは少なめです。こちらがハッピーエントリー先頭です。こちらのスロープの方に並んで、こちらの中庭の方に並んでいます。今200人ぐらいかな、200人ぐらい並んでいると思います。6時42分駐車場側です。ちょっと寒くて口が回らないな。駐車場側はいつももう朝からすごい列になってるんですが、ここを右行くと立体駐車場の最後尾の方ですね。ああ今日も多いですね。もう今駐車場側の方は先にどんどん列が伸びていって、駅側の方は伸びるんですけれども、最大のピークは8時半から9時ぐらいっていう感じになってますね。ちょっと最後尾見てきます。こちら最後尾ですね。もう立体駐車場のとこまで並んでますね。これまだ隙間空いてるのであれですけれども、40分ぐらいは手荷物検査通過にかかると思います。いや駐車場が混んでます。はい、こちらですね、リゾートラインから相方が撮ってくれた、駅側橋の上の待機列です。でこちらはですね、リゾートラインから撮ったハッピーエントリーの様子ですね。ハッピーエントリーは、まあ、これで見ても分かるようにですね、そんなにたくさんいませんね。こちらリゾートラインから見た駐車場の列です。こちらたくさんいますね。7時2分駅側です。こちらがピクニックエリアの方の列ですね。こちらが橋の上に並んでいる列になります。今最後尾がこの辺ですね。ここが今最後尾になってます。時計のゲートよりは手前です。7時6分に手荷物検査がスタートしました。7時6分に手荷物検査スタートです。駅側はですね、9カ所のゲートで手荷物検査スタートです。7時8分ハッピーエントリーです。ハッピーエントリー中庭に行って折り返してきて、最後尾がここですね。今300人ぐらいは並んでると思います。それで、ちょっと豆知識なんですが、ディズニーランドステーションに6時46分着のリゾートラインがあるんですが、それに乗ってくるハッピーエントリーの方がすごく多いんですよ。なのでその時間より前に並ぶと結構少なめの段階でハッピーエントリーに並ぶことができます。覚えておいてください。こちらですね、今ハッピーエントリーのみ導入された、新ゲートですね。ハッピーエントリーのみに新ゲートが導入されています。
7時10分駐車場側です。駐車場側の列こんな感じで今最後尾ちょっと見てきます。はい、こちら駐車場側最後尾の様子です。この、この立体駐車場のところ、ここが1時間待ちの大体ラインなので、今50分ぐらいですかね、列が詰まった状態なのでもう50分ぐらいかかると思います。はい、駐車場側は、8カ所のゲートで手荷物検査スタートです。こちら奥の3カ所のゲートはまだ開いていません。ちょっと豆知識ですね、これ駐車場の列並んできて、ここで3カ所側と8カ所側に分かれるんですが、ゲートですね。でもし選べるようだったら8カ所側のゲート左まっすぐの方ですね、そちらに並んだ方が早く入れます。キャストさんの指示があったらそれに従ってください。7時30分駅側です。8カ所のゲート開きましたね。でハッピーエントリーが4カ所使って、駅側が4カ所使ってる感じですね。でも今日ハッピーエントリーあまりいないので、すぐ全部駅側が使えるようになると思います。そうすると駅側だいぶ進みよくなるので、列最初のうちはそこまで伸びないかなと思います。こちらピクニックエリアの列になります。ピクニックエリアはこんな感じですね。ここにいる人数プラス、はい、こちらに並んでいるのが橋の上の列ですね。この合計が駅側の待機列の合計ということになります。で今最後尾がここですね。ただゲートが今日結構多いので、早めに駅側の列進んでいくと思います。ただですね、8時半から9時ぐらいになるともう激増するんですよ。それまでに少し少なめにしておかないと大変なことになると思いますね。ちょっと豆知識です。こちら、橋の上を駅側の待機列ずっと並んできて、ここが橋の先頭なんですが、ここで8カ所ゲートの方とピクニックエリアの9カ所ゲートの方、こちらですねに分かれます。でキャストさんが指示があった場合はそれに従ってほしいんですが、指示がない場合は左側のピクニックエリアの方ではなくて、右側の8カ所のゲート、今映ってる方ですね、こちらに並んだ方が早く進みます。こちらの方が早く入れるので覚えておいてください。7時36分ハッピーエントリーです。ハッピーエントリーは駅側のゲートも使って今8カ所のゲートで、手荷物検査しています。で並んでいる人数はもう150人ぐらいですかね。もうだいぶ減ってきたので、駅側の方の手荷物検査ゲートもすぐ駅側に戻されるかなと思います。7時40分駐車場側です。こちらが最後尾ですね。でここが立体駐車場なので、今、50分ぐらいの待ちになっていると思います。豆知識ご紹介します。列を並んできてゲートにたどり着くんですが、皆さんすぐ並びたくなるので手前のゲートの方は混んでます。でこちら一番奥の方のゲートに来た方が空いてます。なので奥のゲートの方に来るようにしてもらえると少し早く手荷物検査通過できるということになります。8時5分駅側です。8カ所のゲートやっぱり戻ってきましたね。もう全部駅側で使ってます。なので8カ所プラス9カ所あるので、今駅側17カ所で手荷物検査やっていることになります。こちらハッピーエントリーの待機列です。こちらと橋の上の列がこちらですね。ずっと並んで今最後尾がこの辺りですね。まだ時計のゲートまでは来ていません。今17箇所使っているので、今のうちにちょっと減らした方がいいですね。少なくなることを望んでいます。
8時10分ハッピーエントリーです。ハッピーエントリーも列解消しているので、スルーします。8時15分駐車場側です。これ画面上の方が、手荷物検査ゲートになります。こちらずっと並んで、ここが1時間待ちのラインですね。急激に増えてきましたね。多分もう今1時間20分ぐらい待ちになってると思います。で、駐車場からも続々出てきてますので、これからまた伸びていくかなと思います。8時20分入園ゲートです。12月からですね、土日祝の入園時間変わりまして、ハッピーエントリーが8時15分入園開始ですね。で、一般が8時30分入園開始と15分後ろにずれました。ご注意ください。豆知識ご紹介します。今ですね、ここのスペース空いてると思うんですが、ここを、ハッピーエントリーが並んでたスペースになります。それでこちら、その後ろに並んでるこの方たちが一般の、ゲストの方たちなんですけれども、これからこの前のスペースまで、空いてるので、こちらの方が詰めることになります。今ちょうど動き出しましたね。こういう感じで詰めることができるので、こちらに並んでいる方ですね、この辺の方とより、この辺の方の方が前に行けます。なので、このハッピーエントリーの列の後ろに並ぶと5分ぐらいですね、早くパーク入園できるので覚えておいてください。8時30分駅側です。駅側の今最後尾がこの辺ですね、この辺りになります。それで、ゲートを17箇所使えているので、今待ち時間多分40分ぐらいあれば手荷物検査通過できると思います。駅側よりも、駐車場側の方が混んでます。駐車場側の方がはるかに待ち時間長いので、駅側の方が早く入れる状態にあります。はい、こちらピクニックエリアですね。だいぶ詰め込み始めましたね。多分9時にゲート列が伸びるのを警戒してのことだと思います。で、ここで8箇所ゲート側と、9箇所ゲート側に、分かれるんですが、今はキャストさんの指示で、どちらのゲートに行くか決められている感じですね。これ8箇所ゲートに行った方の方がラッキーですね。ピクニックエリアすごいいっぱいいるので。8時40分駐車場側です。ここが、1時間待ちのラインになりますね。この画面上が手荷物検査ゲートです。ずっと並んでですね、今この状態です。もうこれ1時間30分近くかかりますね。で、これまだ続々出てきてるんですよ、この出口のところからですね。これまだ伸びますね。駐車場側大変なことになってます。9時5分駐車場側です。画面上が手荷物検査ゲートになります。で、ずっと並んできて、ここが1時間待ちのラインです。1時間待ちのラインからさらにこれだけいます。先ほどよりやっぱりもう伸びてますね。で、先ほどよりは少し、駐車場から出てくる人数減ってきたかなっていう感じはありますね。まあ今ピークでしょうね。1時間30分かかります。駐車場側大変です。9時10分駅側です。こちらピクニックエリアもう満タンですね。で、橋の上の列がこんな感じになってて、今一番長くなってて、時計のゲートのところですね、時計のゲートのところが最後尾になってます。で、今は待ち時間なんですが、ピクニックエリアの方に回されたら1時間待ちですね。で、8カ所側の8カ所側の方に回されたら多分45分ぐらいですね。そんな感じでちょっと差がついちゃってますが、駅側こんな感じになってます。
はい、それでは本日のまとめです。今日はですね、終日というか、まあ、朝からもう今の時間9時過ぎなんですが、ずっと駅側の方が、待機時間短くなっている状況です。そうですね、もう駐車場側の方は並ばずに、どの時間帯に来ても駅側の方に並んだ方が、早く入れます。両方混んでますが駅側の方が少しマシですね。駐車場側はもう9時ぐらいになると1時間半待ちの列になってますので、駅側の方に来ることをお勧めします。それではですね、励みになりますので高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。またですね、入園待ちの動画これからもアップしていきますのでぜひ登録して、参考にしてください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。